上手な英語で熱唱する少女の名は青野紗穂さん。ニューヨークのアポロシアターで開催されるアマチュアナイトに挑戦する14歳の女の子。1934年から続くアマチュアナイトは多くの人気歌手を輩出してきた登竜門的なイベントであり、日本人パフォーマーにとっては憧れの舞台だった。一体その場で何が起きていたのだろうか。ここからは見ていきましょう。青野紗穂さんは生年月日が1997年10月19日で、年齢は現在26歳です。出身地は兵庫県の西宮市です。身長や体重は公表されていませんが、調べてみたら身長は155センチメートルだそうです。青野さんは2012年5月4日に大阪で開催された大兄100第16回ボーカルクイーンコンテストでグランプリとオーディエンス賞を受賞。そしてついに同年5月30日、ニューヨークのアポロシアターで行われたアマチュアナイトで優勝した。アマチュアナイトはダイアナ・ロス、ジャクソン・マービン・ゲイなど多くの才能を持つ歌手やダンサーの登竜門的なイベントではなかった。毎週水曜日に開催されるオーディションは年に2回しか開催されないため、参加するだけで大変なイベントとして知られている世界の大会ということもあり、日本人の参加者も多く、過去には海老名健一さんが年間優勝したこともある。競技方式は観客の拍手や声援の大きさで優勝者を決めるという一風変わった方式だ。ちなみに青野さんが参加したのはアマチュアキッズ部門の STARSOFTOMORROW。 この部門は米人気歌手ローリン・ヒルが13歳の時に出場したと伝わるコンテストでもある。青野がこのような名門コンペティションに参加した理由については、アポロ劇場の舞台に立って演技をしてもらえればそれが海外で活躍する第一歩になるのではないかという思いがあったからだ。というわけで青野は将来の夢のために大舞台に上がったと言えるが、そこで一体どんなパフォーマンスが繰り広げられたのだろうか。実際の映像を見てみましょう。
青野紗穂さんは所属事務所については情報がないのですが、芸能界に入ったきっかけが、ABEX 主催のキラッとエンタメチャレンジコンテスト2007で、モデル部門の特別賞を受賞したことと、ABEX アカデミーでボーカルやダンスのレッスンを受けていることから、ABEX に所属しているのではないかと思われます。青野紗穂さんの出身高校や大学についてですが、詳しい名前などについては情報がないようです。出身中学については、地元にある兵庫県西宮市立苦楽園中学校だそうです。経歴によると、高校の途中までは兵庫県にいましたが、その後上京して東京の高校に編入したようです。大学名も不明ですが、大学は一時休学していたようです。2017年10月の自身のインスタで、大学復学と書いてあるので、現在は大学に通っているようですね。青野紗穂さんは、基本、歌関係の仕事ですが、寺山修司作の音楽劇、人魚姫で、初舞台&初主演をしていました。また、2017年にミュージカル、レントにも出演していて、女優としての活動もしているようです。他にも、映画、Q9にも出演しています。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。